土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと、案内役の浜町の松さんでお送りしたいと思います。さあ、浜町の松さんとね、後でお話を伺いたいと思うんですが、早速ですけれども今日のテーマをご紹介しましょう。今回のテーマは土木を描こうです。案内役の浜町の松さん。はい、こんにちは。こんにちは。さあ、浜町の松さん、どうですか、はい、今こうリモートでお送りしてるんですけれどもね。そうですね、だんだん慣れてきたところですかね。慣れてきましたか。はい、そうですね、電話収録でね、また番組再開することができたわけですけれども、テーマとしてはウイルスと戦う土木パート1から4っていうのがね、4回連続でやりました、ね。はい、あと佐野さんにご出演いただいて新型コロナウイルスに挑むみたいなことをやりまして、5回連続でコロナ特集やりましたね。そうですね、今大注目ですからね、はい、そうです。はい、で今日はですね、土木学会が毎月発行している学会誌というのがあるんですけど、はい、それの表紙のイラストを担当されてるイラストレーターの広野さんから、イラストから見る土木についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。そうなんです、毎月私はこれを楽しみにしているんですけどね。では早速お話を伺っていきましょう。はい、では早速ゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきたいと思います。今回のテーマ、土木を描こうについてお話を伺うゲストの方は広野理央さんです。広野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずゲストの広野さんのプロフィールご紹介したいと思います。広野さんは兵庫県神戸市のご出身、企業デザイナーをスタートとして専門学校、高等学校で商業デザインの講師を経て、現在はフリーランスイラストレーター兼デザイナーでいらっしゃいます。さあ、広野さん、はい、広野さん、最初にいつもゲストの方に伺っている質問があるんですけれどもね、はい、ラジオの思い出、どんな思い出が広野さんの中にはおありなんでしょうか。はい、私が中学生ぐらい、中学生の時ですね、私は関西出身なんですけれども、はい、関西の三大人気番組と言われた、MBS ヤングタウンという番組がありまして、今でもやってるんですが、そちらの方を聞くのが本当に楽しみで、特に金曜日、ヤングタウン金曜日っていうのがあって、アリスの谷村新司さんがパーソナリティの、もう爆発的に人気があった番組があるんですね。そちらの方を眠気に耐えながら、その当時は私は、運動部に所属していたので、夜10時から始まる番組っていうのはこうなかなか寝てしまっていつも聞けなかったんですが、こう眠気に耐えながら頑張って聞いていたっていう思い出があります。そうですか、もう寝落ちしそうな感じながら聞いてきたっていうところなんですね。いやでも本当に中学生の頃ってラジオの思い出ってとっても深く残ってますよね。そうですね、さあ、そんな広野さんとお話を伺っていくんですけれども、まず広野さんの名刺なんですけどもね、とっても特徴的、はい、びっくりしました。実は私ね、名刺交換させていただいたんですけれども、これ広野さんが土木を描くようになったきっかけというのはどんなことだったんでしょう。はい、私はもともと写実的なタッチが得意で中心でやっておりますので、もともとですね、都市景観であるとか、そういったものを描くお仕事がとても多かったんですね、でそんな時に、たまたまですね、土木偉人カルタ
土木学会で発行している土木偉人カルタのイラストをご依頼いただきまして、はい、でそれをきっかけに、まあ、具体的にその土木ですとかそういったその周辺をですね意識して描き始めるというふうなものがきっかけになりました。そうですか、はい、あの土木じゃあ一番の最初がもう土木偉人カルタですか。そうです。すごい、いきなり土木偉人カルタから土木に入った、土木に入ったというか土木のイラストを描かせていただくようになったということですね。そうですか、うわ結構なんかあの清水の舞台からみたいな感じがありますよね。ね、そうですね。でもその具体的にねそういう形でその土木偉人カルタですからもう本当にいろいろな私たちの現代を作ってきてくれた基礎となる人たちの、はい、あのいろんなプロフィールを書きながらの絵とマッチングさせてということですよね。あ、そうですね、はい、これどんな風に感じられましたですね。もともとその土木っていうもの自体がですね、はい、まあ一般的に土木工事現場は思い浮かべたんですが、それ以外のものっていうのはちょっと具体的にあまり考えたことがなくて本当に風景の一部としてしか捉えていなかったんですね。そうですよね、ただもう本当にカルタを書かせていただくことの 中でですね、はい、まあ、土木もちろんその構造物もそうですしそれを作った人であるとか、そういったものを本当に具体的に理解するようになって、土木って本当に奥が深いんだなというふうに感じました、はあ、そうですか。もう知れば知るほどというところですね。そうですね。でも先ほどね一番最初にプロフィールでもご紹介しましたけれども、もともとは広野さんはどんな作風の絵を描いてらっしゃったんですか。はい、もともと一番多いのは教科書であるとか教材、あと絵本といった書籍ですね、はい、そういったものが中心で、まあ、それ以外に例えば地方自治体の広報物とか広告そういったものも幅広く手掛けてきました。そうですか。で今も手掛けています、うん、はい、教科書の教材ということは私たちもなんか目にしたことがあるもの、例えば子どもたちが使っているものとかに載ってる可能性もあるわけですね。かもしれないですね。でそういう教材なんかにも使うにあたってもやはり構造物とかっていうのはなんか背景として書いていたっていうことはあるんですか。はい、そうです。もともとどうしても風景の中に入ってくるというふうな形であったんですが、ただそれは本当に風景の一部でしかなかったので、中心に書いたことはなかったんですよね。なので今後から、だいぶ前に書いた、イラストなんかでも今見るとちょっと、おかしいなっていうふうに思うところがあります。例えばどんなところがおかしいなって思うんですか。もう本当に技術者の方には怒られそうなんですけど、柱の位置がおかしいとか。なるほど、そういうことか。それは柱が立たないよみたいなこと。あ、なるほど、構造上強度から言うと無理だからみたいなのが。そんな感じですね。そういうことですね。もう今は見たくない。でもそれも懐かしい思い出でありますよね。そうですね。でそんな中でその土木を描くきっかけとなった土木偉人カルタ、先ほどもね、はい、ちょっとお話伺いましたけども、このカルタの絵を描くというお仕事のオファーが来た時に、はい、広野さんどんなお気持ちだったんですか。はい、これ一番初めはですね、ただカルタの絵を描いていただけますかぐらいのご依頼だったので。そんな感じのオファーだったんですか。そうなんです。なので私は本当にてっきりイロハカルタのようなものをですね、はい、想像していて、まさかこんなものすごく奥の深いお仕事だとは全く思っていなかったんです。初めはメールなどでやり取りをしていたのが、実際に打ち合わせでお会いした時に、はい、担当の方とお会いした時に、こういう内容なんですというふうに具体的にお話を聞かせていただいて、これは偉いことになったとちょっと正直思ったんですが、ただ全然知らない世界でもあったわけで、はい、そういったところをこう知りたいという好奇心の方が勝ってしまって、何よりもやっぱり心強いのがですね、はい、土木学会の発行ということで専門家だらけですよね。そうですね。なので何を質問しても全部答えてくださるだろうということで、心強く受けることができました。確かにね、ここで改めてその土木についてどっぷり使ってみようというその好奇心と、それからこう後押しをしてくださる、バックアップしてくださる方たちへの信頼っていうのが生まれたわけですね。
そうですね、もう何よりもそれが心強いバックアップしてくださる方がたくさんいらっしゃるというのが一番心強くてお受けすることができたなというふうに思いました。そうですか。本当にそのカルタの絵をね描き始めてからは、はい、その土木との関わりとかその印象っていうのは変わりましたか、それともどんな感じ。そうですね、それまで、先ほどもちょっと言ったんですが、はい、風景の中の一部としか捉えていなかったんですね。で実はそれまでもですね、広報誌のお仕事なんかでダムの見学をさせていただいたり橋の見学をさせていただいたりっていうことは実はあったんです。はい、ただそれはどちらかというと観光目的のものなので、あんまりその目的であるとか構造についてとかそんなに詳しい話を聞いたことがなくて、何でしょうかね、土木ということは意識することはあまりなかったんですね。でそれがカルタを、書かせていただくことによってですね、はい、やっぱりこれは土木構造物なんだっていうことを具体的に意識して書くようになりました。そういうことですね、はい、なるほど。でさらにそれをそのイラストを使うわけですから、はい、より分かりやすく、ある意味無駄な部分は削ぎ落としたりっていうこともあったんですか。もちろんそういったこともあります。ただ写真で撮ったのと全く同じものを描くだけでは、あんまり、意味がないとまでは言いませんけれども、イラストとしての役割っていうのはそういうことではないと思うので、はい、でそこに強調する部分があったりですとか、何か加える部分があったり説明を加えるところであったりというふうにイラストで分かりやすく伝えるというところは意識するようになりました。そうでしたか。カルタにはね、もちろん人物の肖像画的なものもあるんですけれども、はい、一方その土木構造物も描かれてるじゃないですか、はい、これはどんな点でご苦労があったのか、逆に面白いって思ったこともあれでしたよね。そうですね、はい、構造物は本当に素人だったので、アドバイスをいただいて書くしかなかったんですが、ただ先ほども言いましたように専門家の方ばっかりですので、はい、ここに関しては苦労することがなく、はい、もちろんツッコミを受けるところがたくさんありました。この橋は裏側がポイントなので裏側をきっちり書いてくださいとか、そうなんだ、はいはい、そういったポイントもありましたけれども、その辺は、あまり苦労してないんですね。ただむしろ服装であるとか偉人の服装であるとか、はい、そういった時代考証を確認しながら進めていかないといけないところの方がむしろ難しくて、はあ、というのがですね、やっぱりプロフェッショナルと言いましても皆さん土木構造物のプロフェッショナルではいらっしゃるけれども、装飾品であるとか、そうですね、そういったその時代背景についてはあまりお詳しくない方もいらっしゃるので、はい、そのあたりは私の方で調べて、たまたま私も歴史の教材なんかを扱うお仕事をしたことがあるので、そのあたりは私の方から情報提供できたのはとても嬉しかったですね。そうですか。じゃあ本当に二人三脚で、ね、強みを生かしてということになるんでしょう、ね、面白かった点ってどんなところだったんですか。1点くらい挙げていただいてもいいですか。はい、そうですね、土木偉人のやっぱり知識を学びながら描けたっていうところですね。特に戦国武将の方であるとか、はい、このあたりは、土木ラジでもお勉強させていただいたんですが、ありがとうございます。カルタを書いた時にはまだ土木ラジが始まっていなかったので、カルタを書きながらお勉強したんですけれども、はい、例えばその戦国武将の方なんか土木分野での功績っていうのは私は実はほとんど知らなかったんですよね。なので、はい、ただ本当に戦国時代戦ってらっしゃるだけではないんだなっていうこと、確かにね、あと、土木事業を制する、制するという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、制するということは、その地を治めるっていうふうなそういった大きな役割を果たしていたんだなということを改めて知って非常に勉強になりました。そうですか。広野さんのまたそのキャパシティというかすごく範囲が広くいろいろなものをこうイラストで描くという大きな原点にもなったんですね。そうですね、非常にそこから視野が広がったと思います。そうでしたか。ありがとうございます。さあそれではここでちょっとブレイクといきましょう。後半さらにお話を詳しく伺っていきたいと思います。おい次郎、お前将来何になるんだ。え、言いたくないし。なんで。恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。
え、お前サッカー選手じゃなかったのか。この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか。土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。ちょっといいですか。え、私ですか。突然ですが橋はお好きですか。ええ、日本橋が近いので。川はお好きですか。はい、隅田川は散歩コースですけど。どうやら土木がお好きなんですね。あ、ドボラジよく聞いてますよ。人を思い社会を作る建設技術研究所です。土木のラジオ、ドボラジ、今日のゲストは広野理央さんをお迎えして土木を描こうをテーマにお話を伺っています。広野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今お電話をつないでということでね、本当にこういう時代になってしまっておりますけれども、はい、ね、いつかぜひスタジオでまたお目にかかりたいと思ってるんですが。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前半でですね、土木偉人カルタが出てまいりましたけれども、この土木偉人カルタのイラストを全部お書きになったのが広野理央さん、ここには48人の方が登場してるんですが、はい、広野さんが気になる方っていうのを何人かご紹介いただいてよろしいでしょうか。あ、はい、たくさんいらっしゃるんですが、はい、まずはですね、青山明さん、はい、この方はですね、まず何よりも一番初めに私が印象深かったのがですね、担当の女性の方に、イケメンで土木系女子、まあ、いわゆる土木女と呼ばれている方、はい、非常に人気と伺って、はい、とても書くのにハードルが上がったっていう思い出があります。そういうことですか。お写真でもカルタでも本当に美しいお顔立ちをされていらっしゃる方なるほどね、緊張しますよね、確かに。そうですね、ね、で実は最初はもうそういった下世話な興味しかいなかったんですが、はい、でも大事です、そっかかりは。はい、で、ちょうど一昨年ですね、はい、一昨年に土木学会の全国大会札幌であった時なんですけれども、その時にちょっと私もお邪魔をさせていただいたんですね、はい、でその時にこの土木偉人カルタの、中から偉人を取り上げてプレゼンをするっていう風な大会があったんですが、その時に学生の方がですね、はい、この青山明さんを紹介されていて、この方はですね、青山明さんはパナマ運河に関わった方なんですけれども、はい、まずその自分でパナマ運河に行きたいということで、どうも船の中で皿洗いをしながらパナマ運河を目指した、そういったプレゼンのエピソードをお伺いしてですね、はい、その行動力っていうのを知ってますます興味が湧いたと。そうなんですね、なんかイケメンがお皿洗いをしてるっていう姿もまた絵になりますからね。ただのイケメンではないっていう。本当そうですね。いや、でもその行動力が今私たちのね、歴史に残るものになってるわけですからね。そうですね、ね、そうか、青山明さんお一人覚えておきましょう、はい、さあそしてもう一方いかがでしょう。はい、でもこの方はおそらくこのラジオでも非常に有名な方だと思うんですが、八田余一さん。八田余一さん、八田余一さん、台湾ではもう教科書に載るぐらい、台湾で教科書に載って子どもたちでも知ってるほどの有名な方、はい、日本を代表する土木技術者であると、うん、で、この方はですね、台湾で例えばウサントラムの、に関わった方なんですけれども、はい、去年ですね、私がこの8の功績を巡る旅っていうのに参加をさせていただいたんですね。あ、なるほど。その時に改めて本当に凄さっていうのを実感しました。それまでも例えば書籍であるとかアニメであるとかそういったもので八田氏の功績を知ることっていうのはたくさんあったんですが、はい、現地の方のお話を伺って、あ、ここまで何ていうんですかね、構造物だけではなくってその向こうにいる人を思って人に奉仕した方だっていうことを非常に強く感じました。そうなんですね。 しかもですよ、日本ではなくて異国で功績をね、皆さんが認めてくださるってすごいことですよね。
そうですね、やっぱり初めは台湾に渡られた時には誤解があったりもしたようなんですが、はい、やはりそこは真摯に向き合って、情熱を皆さんに知っていただいたことによって非常に偉業を成し遂げられたと、そういうことですね。はい、なんかこう広野さんは、土木技術者というとどんなイメージを持たれていたんですか？どうしてもですね、はい、無機物っていうか構造物にしか興味がないようなそういったイメージがあったんですね。はいはい、ただ構造物っていうのは当然それがあるだけでは成り立たないもので、もちろんその向こうにいる人のことを思って、はい、作られるべきものであると、そういったものであるということを改めて本当にこの八田余一さんを通して感じましたし、はい、よく理解することができました。そうですか。つまりこれはずっと残るものなんですよね。そうです ね、そういうものをその目の前にいる人もそのずっと見えない先の先の人までイメージして、土木事業として成し遂げるってすごいことですね。そうですね。なるほど。本当にこう印象深い方がたくさんいるこの土木偉人カルタ、48人登場しますから、ぜひ皆さんにも土木偉人カルタを手にしていただきたいと思うんですけどね。はい、お気に入り偉人を見つけていただきたいですね。本当にそうですよね。さあ、そして最初のところでもご紹介しましたが、広野さんは土木学会誌の表紙も書いてらっしゃるわけですよ。題材はどうやって選んでらっしゃるんですか？はい、題材はですね、迷子の特集記事と連動しています。はい、で各テーマに関しては、特集の担当の委員の方からアドバイスをいただくこともあって、あと私の方からも提案させていただくことがあったりというふうに毎回二人三脚で頑張っています。そうですか。本当に、ね、毎月楽しみなんです、私これ。ありがとうございます。はい、さあ、そしてですね、この表紙を描くためにその現地に取材にいらっしゃってるんだろうかこれって思うこともありますし、逆にその取材でどんなところに着目して、はい、素材集めをなさってるんだろうって思うんですけど。はい、実はですね、特定の回のために取材に行くっていうことはほとんどないんですね。っていうのが、特集テーマが決まって話が まとまってから締め切りまでに実はあんまり時間がないっていうこともあるんですが、はい、でただですね、私は日常的に例えば土木学会のイベントであるとか、見学会であるとか、そういったものに参加をさせていただいて、常日頃からですね、いろいろ構造物であるとか、あと、工事現場の見学などをさせていただいて、はい、その時にこう材料を集めて写真を撮ったりして、資料を集めているというふうな状態になってます。そうなんですね。はい、前半のところでもお話ありましたけれども、つまりその構造物だけではなくて、そこでお仕事をする方たち、はい、つまり人にも物にも周りの景色にも、注意を払ってらっしゃるわけですよね。そうですね。先ほどもちょっとお話に出てきたんですが、構造物をただ描くだけであれば、イラストにする必要がない部分もあると思うんですね。はい、なので、それだけではなくって、そこに関わる人々、それを利用する人々であったり、もちろんそれを作る人であったりとか、はい、いうふうなものも、とにかく、その向こうに人が見える、そういったイラストを描きたいというふうに常日頃から思っています。そうですか。ということは、現場に広野さんが現れたら、はい、もしや自分は描かれるかもみたいな。あ、そうですね、可能性はありますよね。ありますね。モデルさんになっていただくかもしれないですね。本当そうですよね。そしてその、本当にね、普段だったら全く見向きもされないような、例えば何か作業のものを置いておく場所とか、そんなところまでもこうご覧になってるんですか？はい、そうなんです。例えば取材させてくださいっていうふうに言いますと、やはり現場の方はですね、今まさに作っている、あるいはメンテナンスをしている、そういった構造物を撮るのかなと思われていると思うんですが、もちろんそういったものも撮影したりとか取材はするんですけれども、それ以外にですね、例えば作業小屋であるとか、機材や資材置き場、そういった普段なかなかこうインターネットで検索してパッと出てこないようなものですね、を撮らせていただいたりというふうなことはします。そうですよね。だってたまにですね、作業小屋の屋根を写真撮らせてくださいとか、はい、
あと小屋に今室外機がつけられるようになってるんですが、ええ、そういったものを取らせてくださいとか、あと、工事看板取らせてくださいとかっていう風に言うと、ちょっとなんかえって顔されます。何者ですかあなたはっていうところですね。へえ、でもそういう地道なこういろんな素材集めがあの表紙に描かれているんだと思うと、いやなんかあの広野さんがですねあっちこっちにカメラを向けたりスケッチをしているその姿まで浮かんできますよ。あ、そうですか。楽しみ、ますます楽しみが深まった気がするんですけど。ぜひ細かいところまで見ていただけたらなというふうに思います。はい、そうですね。さあ、では広野さん、これから描いてみたい土木って終わりなんですか。はい、あ、はい、さっきの話にも何度か出てきていますが、やっぱり土木と人々の関わりですね、そういったものを描いていきたい、もちろん作る人、利用する人、メンテナンスをする人、そういった構造物の向こうに見える人々ですね、そういった人との関わりを描くことによって、その必要性であるとか重要性っていうのがより広く伝えられるんじゃないかなというふうに思っています。そうですね、もう多分この橋がなかったら私たちの生活は成り立たないのっていう方たちもちろんいらっしゃって、そこに行き来する地元の人たちも含めて、なんか描かれると素敵ですよね。さあ、そしてこれから AI っていう分野の開発進んでいくと思うんですけど、はい、やはりそういった、コンピューターであるとかロボットであるとかそういったものを活用したものっていうのはこれからどんどん広がっていくとは思うんですが、それでもやっぱり人がいないと、人でなくてはなし得ないものっていうのがあると思うんですね。例えばその太古から築き上げてきた土木技術、そういったもの、例えばその太古なんていう、太古の時代なんていうものはもうイラストでしか表現ができないもの、ね、なるほど、そうですね、太古の技術ですとか、あるいは逆に未来の展望、そういったもうイラストでしか表現できない土木っていうのをさらに広げて手掛けていきたいというふうに思っています。なるほど、なんか広野さんが宇宙行ってたらどうしよう。楽しみ。本当ですね。そうですか、もう本当にいろんな面白いお話を伺わせていただきましたし、これからもイラスト楽しみにしておりますね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは最後に伺いたいと思います。広野さん、あなたにとって土木とは。はい、今や我々の暮らしにはなくてはならない土台であり、なおかつ人と人をつなぐものですね。いや、本当にコンパクトにこう貴重なお話を伺わせていただきました。広野さん、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いや、やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に広野さん、そして浜町の松さんと掛け声で締めたいと思います。いきますよ、ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。今回の土木を描こう、いかがでしたか。広野理央さんの絵はほのぼのと、でも土木のリアルを克明に表現なさっています。ぜひ土木学会誌の表紙を改めてご覧になってください。そして次回は湯浅剛さんをゲストにお迎えし、昔よりきれいになったよ隅田川をテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想はvoice@fm840.jp までお寄せください。土木学会 Facebook に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。